はい、みさん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、陸自の個人装備はなぜ時代遅れなのかということで、まあ、今回はね、まあ、どうしても、まあ、時代遅れになりがちな、その陸上自衛隊のその個人装備、まあ、それがなぜね、こう、時代遅れなものになってしまうのか、まあ、そういった点をね、今回この動画で考えていきたいな、というふうに思います。で、今回この動画でね、まあ、あらかじめ言っておきたいのは、その別にこの動画では、その何が時代遅れなのか、まあ、例えば、ボディアーマー、こうとか、まあ、ヘルメットはどうとかね、あとはその、チェストリーグの類とか、まあ、あとはホルスターなどなどですね、まあ、その、いろいろとね、まあ、そういうのって、まあ、時代遅れな部分ありますが、その、例えばその、ホルスターみたいに、まあ、ある程度の数がね、もう輸入されてたりとか、まあ、あとはチェストリーグとかだったらね、そういう装備品は、まあ、いろんなところのね、その、私物がね、混じってたりとかもして、まあ、その、完全に時代遅れとは言えないものもあるし、まあ、そうやって個別的に見ていくと、もう、訳がわかんなくなって、話も長くなりまくって、訳わかんなくなるので、まあ、今回のこの動画では、その、オフィシャルな装備品がその掃除で時代遅れになりがちな理由、まあ、そういうところをね考えていきたいなというふうに思います。で、まあ、そんなね、まあ前置きはいいとして、まあ、この話ね、まあざっくりまとめると、まあなんで時代遅れになるかっていうと、まあどうせ誰も使わないし、まああとアメリカで張り合ってもしょうがないし、まああと大人の事情でガチガチなので、まあそんなにすぐは変えられないから、まあだから時代遅れになるっていう、まあそういうことだと思うんですが、まず最初のそのどうせ誰も使わないからっていう、まあその話ですね。これはまあ当たり前だと思うんですけど、その陸上自衛隊のその普通化ですね、要は歩兵ってことになりますが、まあ歩兵化というか普通化なんですが、まあ、そこがですね、まあ、本当にドンパチするなんてことは、まあ、日本人の 99% がね、まあ、思っていないと思うので、まあその、例えばその米軍とか、そのイギリス軍みたいに、まあもし本当に使うなら、そして、まあ本当に何人も死傷者がね、まあ出てくるような、そういう作戦をするんだったら、まあ日本もね、まあ必然的に先進的な装備になっていくとは思うんですけど、まあ陸上自衛隊がね、まあ実際にドンパチするなんてことは、まあ誰も思っていないので、だからこそ、その装備をね、調達する人間も、まあ、あんまり真剣に考えないのが当たり前だと思いますし、正直ね。まあ、そういうもんだから人間ってって、まあ、そういうことですが、あんまり真剣に考えないだろうし、で、そして、まあ、その人たちが真剣に考えて、金を使ってね、まあ、先進的なものにしていこうと思ったとしても、まあ、今度は予算がそれをね、そう簡単には許さないですよねっていう、まあ、そういうことなので、まあ、だからどうせ訓練でしか使わないじゃんっていう、まあ、そういう認識がある以上、まあ、なかなかね、まあ、そんな地味なね、まあ、そういう個人装備とかを、まあ、新しくしていこうとはならないよねっていう。まあ、だからこそ、どうしても時代遅れなものになってしまうって、まあ、そういう部分もあるんじゃないかなというふうに思います。で、次、まあ、そんな理由もあるんですが、まあ、次の理由としては、そのアメリカと張り合ってもしょうがないからっていう、まあ、そういうことですね。これどういうことかというと、まあ、こういうその、まあ、なんだ、自衛隊のその装備はその時代遅れかみたいな、まあ、こういう話するときに、まあ、ほぼ無意識に比較対象にするのは大体米軍ってことになると思うんですが、あの、冷静に考えると別に自衛隊の敵は米軍ではないし、その米軍って、まあ、世界ダントツ1位のね、その予算を持ってる超金持ちの軍隊でもあるので、まあそんな金持ち軍隊とね、まあその米軍とね比べたら、その自衛隊見劣りするっていうのはまあ当たり前で、まあ、だからこそ、まあじゃあ一応ね、まあ仮想敵国のね、まあ中国とかと比べようって話になるとは思うんですが、まあ中国と比べてもね、まあ今ちょっとね自衛隊の方が見劣りする感ありますが、その中国軍がその急速にモダナイズされて、まあ装備品やら銃とかを更新しまくって、まあ、近代化されてるのって、まあ本当にここ数年の話なので。まあ、そりゃ追いつけないよ。そんな数年でいきなり変わられても、日本はそんな簡単に追いつけないよって話になるので、まあちょっとうんってなりますが、まあ今後はというか、まあ今もね、まあ中国に舐められないレベルの水準を維持しないといけないっていう、そういう圧力があるので、まあいきなりとはいかないとは思うんですが、まあ今後は徐々にね、まあ中国に追いつくように、まあ個人装備とかもね、まあ近代化されていくんじゃないかなとは思いますっていう、まあそんな感じですね。まあ要はアメリカと比べてもね、まあなんていうかな、まあそれ見落としたのは当たり前だよって、まあそういうことですね。はい、で次、次というかもう最後、ですね。最後はね、まあ、大人の事情でガチガチだからっていう、まあ、そういうことで、まあ、いわゆる癒着とかね、まあ、そういうやつですが、まあ、別に今回のこの動画では、まあ、個別具体的にね、どこかの会社とかをね、まあ、批判したりとかする意図はないので、まあ、あくまでね、まあ、一般論の話だけしたいなとは思うんですが、まあ、そもそも、その陸上自衛隊のその個人装備って、まあ、ざっくり言えば、まあ、陸上自衛官の数だけ必要っていうね、まあ、ざっくり言えばね、超絶ざっくり言えば、まあ、そういうことで、まあ、偉い人は使わないじゃんとかね、部署によっては使わない、いろいろありますが、まあ、そういうことで、まあ、じゃあ、陸上自衛官ってどれぐらいいるのっていうふうに考えると、今の陸上自衛官の数って約14万人なので、まあね、約14万人の人に、まあ、たった2000円しかしない、なんかちょっとした小物みたいな、そういう装備でも、まあ、14万人に売りつけるとなると、
まあ2億8000万円なんですよ、掛け算するとねって。まあそういうことでやっぱ派手やなっていうことになりますし、まあこれがですね、まあもし単価が2万円の装備だったらね、まあ例えば靴とかね、まあ2万円ぐらいしそうですが、まあ原価どうなのかわかんないけど、まあ2万円ぐらいの装備だったら、まあ2万円かける14万だとね、2億じゃね、28億円ですからね、パネーよってなるって。まあそういうことで、まあ28億円とかそうなってくると、まあやっぱりこんだけのお金がね、まあ動くとなると、まあそれはね、談合とかね、まあ癒着も起きるだろうし、まあ金額も金額だし、まあなんかあった時にね、あの要は戦争になった時に、まあ海外から輸入できませんとかなると困るから、まあやっぱり海外から輸入したらいいじゃんともねしづらいので、まあ国産にねせざるを得ず、まあむずいなってなるけど、まあうーんとかやってるうちに、こうやってあどうしようかなとかやってるうちに、結果まあなかなかね、そうやってまあポン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 新しい装備にね、していこう、まあそういう風に買い替えていこう、更新していこうとはできず、まあどうしてもね、まあ時代遅れのものになってしまうんじゃないかなという風に思います。はい、というわけでね、育児の個人装備はなぜ時代遅れなのかという、まあそういう話ですね。まあやっぱり陸上自衛隊でね、一番個人装備としてね、まあ時代遅れというかね、まあみんながビビる、まあ世界的にビビるのが、まあやっぱりあれですね、あのチェストリグの類ですね、アリスでね、まあこのサスペンダーみたいなやつでね、まあ自衛隊あれを団体みたいなのをつけるんですが、まあそれはね、さすがにみんなね、サムネにも多分すると思うんですけど、結構ビビってるっていうね、世界的に結構ビビってるっていう、まあそんな感じです。はい、というわけでね、まあ何はともあれね、まあ陸上自衛隊の個人装備がなぜ時代遅れになってしまうのかという話でした。今回この動画ね、ふーんっていう風に思っていただけたら、ぜひね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。